平春光は中国名語記の探検家。現在の関東昇進戦士の出身。戦国時代の日本を調査し、日本の資料を分析して編纂された百科事典日本一貫編者であり、後の写本が発見され、戦国時代日本の研究の重要資料とされている。また、その一節が尖閣諸島問題の話題の一つにもなっている。民の火星年間。 中国の沿岸部は和光の襲撃をたびたび受けていた。当時の和光は大田氏に代表される中国人が多くを占めていたが、民の取り締まりを逃れるために日本の五島列島や平戸島などの沿岸に拠点を構えている者も,も少なくなかった。だが当時の日本は戦国時代にあり和光を取り締まる体制になっていなかった。そこで石膏と得であった ヨーノブルは日本に使者を派遣して、和光の取り締まりを要請するとともに、日本の実情を探ろうと考えた。そこで使者に選ばれたのがもともと自ら死骸を願い出ていた、無関民間の帝春光であった。火星十四年に琉球を経由して、日本の文語国に入国したが、当時同国を支配していた大友氏に捕らえられて、薄木の改造寺流法案に遊兵されてしまった。 翌年、低春光の部下が、大友氏の使者と共に、京都に赴いて、室町幕府に和光金圧の要請をすることを許されたが、低春光自身は、文語にて、南京状態に置かれていたものの、日本の国情の調査を行うことは許された。政三十六年、大友氏の思想と共に、寧波に送り返されたものの、すでに、陽のブルは、長文化、 小胸のリラによって失脚させられており、帰って捕らえられて、視線に配慮されて7年間にわたって牢に押し込められた。火星年間末期に、または万歴年間の初め頃までに、事故の日本での体験や日本の実情を記した日本一館を戦術した。ありがとうございます。